芸能プロダクションは NHK の紅白歌合戦に所属している歌手やタレントを出したいわけなんですよ。こういう人たちが紅白歌合戦にそのうちの所属のね、例えば歌手の A を出してくれということを誰に言ってくるかというと、ここに来るんですよ、天海さん。まあ簡単に言えばお金をどれだけもらえるか、金と女なんですよ。僕日頃ね、 NHK の受信料のことをばかり説明をしているために、立花さんって NHK の A4 職員だったんじゃないかと、このように誤解されている方っていうか、そのように思っている人が大勢いらっしゃると思いますので、そうではなくて、私は NHK の報道やスポーツがメインでですね、その中で紅白歌合戦についても私は相当ですね、食い込んで仕事をしていました。紅白歌合戦が問題なら、まずね、こんな NHK の紅白歌合戦なんか見て喜んでる場合じゃないんですよ。裏側をまず説明をしていきますと、紅白歌合戦で一番問題なことは、出場する歌手をですね、全くもって国民視聴者の皆さんに聞いていないことです。普通はですね、国民の声を聞きますと言ってるわけですから、大晦日に放送される昔は 80%、 今どうなんでしょうね、 40% か 50%、 それでも視聴率があるんでしょうか。こういう番組は国民からプロ野球のファン投票のようにですね、今年誰の歌が聞きたいですか、どんな曲が聞きたいですかと、やはりやるべきなんですけどね、それやらないんですよ。仮にやってたとしても、やってるかもしれませんが、やってたとしても全然そんなこと参考にしていません。で、どういうことが問題になるかっていうと、多分じゃなくて、紅白歌合戦の出場歌手を決めるっていうのはどういうシステムでやってるかということなんですが、これ僕が行った時のですね、平成16年ですから、今からもう14年前、2004年の体制なんですけどね、芸能部っていうところがあって、部長がですね、天海さん、歌謡の方なんですけど、芸能部っていうのはドラマ部と、まあ、こういう歌とかやるタレント、まあ、そういう芸能の中に2つドラマと、まあ、音楽っていうかね、音楽番組が分かれるんですが、そこのトップが天海さんと呼ぶんですよ。この天海さんという人が部長で、部長と同じぐらい偉いのが並木さんというエグゼクティブプロデューサー、そして、2億円愛人に貢いだということで、週刊文春の中村龍太郎さんという記者にですね、暴かれたのが磯の当時チーフプロデューサー、まあ、部長の下、これチーフプロデューサーの会社で言えば課長みたいなんですね、部長の下の課長ですね。で、彼が2億円のですね、お金を横領したということで、捕まったということで、これが NHK の、まあ、始まって以来とか最大のスキャンダルなんですね。で、僕はこの事件の調査をする立場の仕事をしておりましたが、まず紅白歌合戦についてちょっと簡単に触れるとですね、芸能プロダクションは NHK の紅白歌合戦に所属している歌手やタレントを出したいわけなんですよ。もちろん紅白ですから、歌合戦ですから歌手がメインなんですけども、歌手だけじゃなくて審査員の方にですね、女優さんが出てきたりとか、プロスポーツ選手とか出てきてますよね。今 YouTuber なんかでも芸能プロダクションに所属してる人いっぱいいます。で、この芸能プロダクション、まあ、A 社長、 A 会社の社長、 B 会社の社長、いろいろいるんですよ。それぞれに、歌手やタレント、スポーツ選手を、まあ、抱えてるわけですね。で、こういう人たちが紅白歌合戦にそのうちの所属のね、例えば歌手の A を出してくれということを誰に言ってくるかというと、ここに来るんですよ、天海さん。天海詣でというんですけどね、また天海さんという人は NHK の中で力があると聞いていますが、この社長がですね、直接働きかけるわけです。僕も実際これやってるところですね、渋谷 の高級な、ね、喫茶店で見かけたことがあります。天海部長が、僕 NHK を辞めた後に渋谷の道玄坂がちょっと上がったところ2階の喫茶店で天海さんを見かけてですね、すぐに週刊文春の中村龍太郎さんという記者に電話をして、で、紅白の決める頃ですから10月ぐらいですかね、あれもう5年ぐらい前かな、そういうので天海詣って言って、この人が各プロダクションの社長とか偉いさんと面談をしてですね、
まあ簡単に言えばお金をどれだけもらえるか、金と女なんですよ。お金がくれるのと女性の体を提供してくれるプロダクションの歌手を、まあ、紅白歌合戦に出場させると、こういう流れなんです。汚いでしょ。もうこれだけで汚いと思いませんか。話をまあ元に戻すとね、紅白の出場歌手の決め方について、だからお金はどこのプロダクションも結構出すんですよ。問題は女なんですね。こっちの女性大体ね、売れないタレントがターゲットになります。それぞれのプロダクションに所属している、ね、そろそろ肩叩かれるわけですよ。サラリーマンは肩叩かれると、まあ、リストラとかそんなんなんですけど、売れないタレントはね、そろそろヌードになれよとか、そろそろ AV に出ろとか、誰々プロデューサーに抱かれてこいとか、こんなのはね、あの嘘のような、これ本当の話です。で、僕も昔芸能人の女の子と売れないタレントと実は付き合ってたことがあります。で、その女の子が急に映画の仕事でですね、結構いい役を取ってきたんですよ。で、最初はまあ良かったねとかって言ってたんですけど、よくよく映画を、まあ、台本もらって僕も一緒に稽古してたんですけど、こんな役取れないなと思ったんですよ。で、お前ひょっとしたら体使ったんちゃうかと聞いたら、黙ったんで、体を使って役を取ってきたんですね。で、もうそれはもうね、芸能界にいたらある意味当たり前です。皆さんがどう思ってるか、信じるか信じないか皆さんにお任せしますが、もうね、芸能プロダクションなんても金と女の世界で、まあ肉弾接待6万銃ですよ。こういうものをですね、たらふく食べてるのが NHK の芸能関係者なんです。で、あの、僕はお金は結構もらいました、実際ね、 NHK の職員時代。だから僕は全然潔白な NHK の職員やってきたわけじゃなくて、下請け会社からお金はいっぱいもらってきました。お金、物、金と物ね。でも NHK 職員って公務員じゃないから、取引会社からお金をもらっても賄賂に当たらないんですよ、ちなみに。だから NHK の職員はね、その悪いと思ってないんですよ、そういう接待を受けることが。で、まあこのプロダクションの、まあ、女性をね、売れないタレントの女の子とセックスしましたとか、その芸能プロダクションからね、高級な時計をもらいましたということで、じゃあこのここの事務所の A 社の歌手の A さん、まあ、を使いましょうかって、こんな形で決めてるんですよ、紅白の出場歌手って。それはね、NHK 側からお願いして、出場してもらう人もいますけど、中にはね、なぜって思う出場歌手いるでしょう。なぜこんな人とか、それはもうほとんどこれなんです。で、何年間も連続で出場してる歌手とかもいるじゃないですか。そんなヒット曲も出てないのにとかいうのはもうこの流れなんですよ。で、プロダクション特に表になってくると、もう上の方の歌手をとにかく出しておいてですね、で、売れないタレントを、まあ、女の子をですね、こういう人たちに体でね、体を打ってこいと、もうセックスしてこいということで、やるというようなことが未だにあると思います。少なくとも僕がいた13年ぐらい前まではこんなこと、金と女で紅白の出場歌手を決めてたっていうのはもう間違いない話ですね。週刊文春の中村龍太郎さんっていうんですが、これ今あのフリーになってですね、あの結構調べてみてください。フジテレビのバイキングとか、みんなのニュースとかによく今出てるみたいですけど、中村龍太郎さんという週刊文春の記者がですね、磯野さんのこの2億円にわたる不正なお金の流れ、もちろんこの日進堂だけじゃないんですが、いろいろな業者を使ってですね、2億円をポッポないな、いわゆる横領してた。これ実際に捕まりました。実刑5年です。5年間刑務所に行ったんですよ、この磯野さんでした。で、これが暴かれたのが2004年の7月の20日だったんですね。もうだから今から13年半前、約もう14年前です。僕が報道局というところから編成局に人事異動になったその日の夜だったんですけども、中間文春が NHK のこの磯野さんの不正をですね、記事にするという情報が入ったために、夜の8時に緊急に記者会見を開いて、 NHK の内部の調査で、不正経理が発覚しましたって言って理事たちが頭を下げた。当時は2000万円とかって言ってたんですけど、最終的に調べたら2億円だったんです。で、僕はそのこのですね、芸能部の一連の不正の事件の不正を暴くための調査チームに行ったんです。行ったというか、もう転勤した先がその編成局の経理っていうところだったんで、で、最初2000万円と発表してたのがどんどんこれが増えていくんですよ。で、
調べていくと、この磯野さんというチーフプロデューサーだけじゃなくて、天海さんや並木さん、そして D、今名前は出ていませんけど、まあ言ってもいいんですけど、柳さんとかね、とかねっていうと、まあ、もう NHC の皆さん分かってるんですよ、D、いっぱいいるんです、ここだって10人ぐらい。そうすると、多くの人が金額は別にしても、2億円とか何億円とか悪いことしとるんですよ、みんなこれ。ちなみにこの並木さんでしたら5億円やってると週刊誌に書かれてます。実際この並木さんの方が磯野さんも偉いですから5億円ぐらいこの人はやったんじゃないかと言われてますが、いずれにしても僕たちが調べた NHK の内部で調べたら20億から30億円も不正なお金が使われていたんですよ、この紅白歌合戦の予算。紅白歌合戦だけじゃないんですけど、紅白歌合戦の予算などを使って、なんとこの芸能部に所属している部長以下、チーフプロデューサー、チーフディレクター、エグゼクティブディレクターが20億、30億円もの犯罪を犯していることが分かったんですね。で、そしてですね、その調査をしているときに、なんとなんと恐ろしい事件が発覚してですね、これはもう全然公になってませんが、この業者ですね、この日進堂の重役さんがですね、なんと東京湾に、車ごと落ちて死んじゃったんですよ。もうこの時ね、捜査2課です、警視庁の捜査2課が NHK さんは本気でやるんですかと、こんなことは、ね、業者にいわゆる高い額、架空の請求書や高い請求書を発行させてキックバックしてるなんていうのは当たり前によくやってることで、テレビ局では当たり前のことでしょと、 NHK さんが本気でやるんだったら警視庁としてもねちゃんとやりますということで、実際警視庁は NHK はこういう交渉をしたんです。磯野というチーフプロデューサーがもう週刊文春の中村龍太郎さんに目をつけられて証拠まで握られてるから、この磯野の単独犯にしてくれと、この磯野だけが悪いことにすることについては NHK は協力しますと言ってわざわざ渋谷のそのセンターの中の一室をですね、捜査2課の警視庁の捜査2課のためにですね、一つ部屋を設けて、この20億から30億の不正経理の中の磯野が関わったものだけを警察に出すっていうことをやってたんですね。で、当然ですね、こういう業者が架空の請求書を発行しないとね、70万円とか100万円ですものを200万円で請求しましたっていう業者の、その証言がないとですね、裏付けが取れないから業者を呼んだんですが、その警察が読んだ日進堂の重役を読んだ日に、任意の警察の事情聴取を受けたその日の夜に東京湾に車ごと落ちて死んでるんですよ。怖い話でしょ。で、ブレーキを踏んだのかとかよく分かりません。少なくとも警察に事情聴取をされた日の夜に東京湾に落ちて死んでるんですよ。それがいきなり自殺なんですよ。殺されてる可能性あるじゃないですか、 NHK の関係者とか NHK の人にね。なぜこの人が殺されるかっていうと、この業者の人は多分本当のことを言ったんだと思います、警察の事情聴取で。磯野さんやりましたよ、 NHK さんと取引して NHK さんの言うこと聞かないと NHK の仕事取れないから、会社が潰れるから、 NHK の芸能部の天海さんであろうが、ね、並木さんであろうが、磯野さんであろうが、D さんであろうが、E さんであろうが、F さんであろうが、G さんであろうが、NHK さんの言われる通り請求書を書いて、で、NHK から入金になったものを NHK のそのね、各ディレクターとかプロデューサーにお金を払ってましたよっていうことを多分こんなものって言ったんでしょうね。そうすると、この業者がね、すべての NHK の芸能セクションの人間と悪いことをしてた、このすぐ本当のことを言うと、単独犯にしたかった NHK、磯野のチーフプロデューサーだけに、罪をなすりつけたかった NHK の経営側としたらですね、困ったことになると。で、困ったから、この人を殺してしまったんじゃないかということが、これはもう推測の話ですけどね。もともと死んだことは間違いないけども、自殺したのか殺されたのかは分かりません。事故かも分かりません。この NHK 問題、しっかりとですね、何が問題なのか、僕はしっかりと理解をしているから、こんな活動を長年続けているんです。ですから、今僕の、ね、活動は、NHK に受信料を払わないようにしようというところらへんの一点に、ですね、前面に出してますけども、根底にですね、
NHK と政治家の結びつきや NHK と暴力団との結びつき、そして真面目にというか正直に告発した人がですね、人殺しに遭うというより殺されてしまうようなことをですね、目の当たりにして見てるんですね。ですから命がけの戦いをしているということを、これは僕は胸を張ってというかね、自慢できるものだと思ってます。NHK と戦うということはまさに命がけの活動であってですね、この活動が多くの方に評価をされて、新しい年を迎えることができました。紅白歌合戦の花、きらびやかなというかですね、その華やかな部分だけを見て、喜んでる場合ではありません。皆さんの声、皆さんの中でですね、どうして NHK は紅白の出場歌手を国民の皆様に決めてもらえないのかっていうところをぜひ考えていただいてですね、NHK の問題、今年もですね、鋭く追及していきたいと思いますので、NHK から国民を守ると、そして立花孝志一人放送局、そして立花孝志個人を本年もよろしくお願いいたします。